2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、死者・行方不明者合わせて2万2000人を超える大災害、東日本大震災を引き起こしました。今それをも上回る甚大な被害をもたらす巨大地震の危機が存在します。南海トラフではこれまで100年から150年程度の周期で繰り返し巨大地震が発生してきました。次はいつなのか。南海トラフ地震の危機は確実に近づいてきています。これは南海トラフ地震の想定震源域です。ここは太平洋側から移動してくる海側のプレートが陸側のプレートの下に沈み込んでいく場所にあたります。南海トラフ地震は2つのプレートの境界部分で岩盤がずれ動くことで発生します。そして同時に津波も発生します。地震による揺れから身の安全を守るとともに、沿岸部にいる方は津波に備えて避難してください。震源の位置や範囲など南海トラフ地震の発生の仕方は様々です。2つの地震が連続して発生することもあります。また揺れを感じることのないゆっくり滑りと呼ばれる現象が観測される場合もあります。直近の2つの事例を見てみましょう。1944年の昭和東南海地震は想定震源域の東側で発生、2年後にその西側で昭和南海地震が発生しました。1854年には32時間の時間差で安政東海地震と安政南海地震が発生しています。これらのように連続して発生する可能性がある地震に備えて、あなたはどうしますか？2019年3月、国はそうした状況において取るべき防災対応についてのガイドラインを発表しました。ガイドラインが対象とするのは南海トラフ地震防災対策推進地域です。南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8 以上の地震が発生した場合や、プレート境界面で通常とは異なるゆっくり滑りが観測された場合、気象庁から南海トラフ地震臨時情報調査中が発表されます。そして調査の結果、地震発生の可能性の大きさに応じて南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了が発表されます。地震発生からの流れを具体的に見てみましょう。南海トラフの西側でマグニチュード8クラスの巨大地震が発生しました。西日本各地を襲う最大震度7にも達する強烈な揺れ、東側を含む沿岸域全体に大津波警報の発令、その際まずは身の安全を確保し、津波の危険性がある方は津波に備えて避難してください。次々と沿岸に襲いかかる大津波、気象庁は南海トラフ地震臨時情報調査中を発表。今回発生した地震と南海トラフ地震との関連性についての調査を開始しました。南海トラフ地震防災対策推進地域の方は、今回の地震により大きな被害を受けていなくても、個々の状況に応じて身の安全を守る行動をとってください。地震発生からおよそ2時間後、気象庁は隣接する領域で大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価されたため、南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒を発表しました。この地震はマグニチュード 8.0 以上の地震と評価されました。この場合、地震により大きな被害を受けていない地域においても連続して発生する地震に対する警戒が必要です。まず
国からの呼びかけに従い、日頃からの地震への備えを再確認してください。また津波の到達までに避難が間に合わない恐れがある地域の方は、大津波警報などが解除された後も引き続き地震発生から1週間避難を継続してください。そのまま1週間が経過した場合、警戒する措置を解除し、注意する措置を取ってください。さらにそのまま1週間が経過した場合、注意する措置を解除し、通常の生活に戻ってください。しかし、地震発生の可能性がなくなったわけではないことに十分に注意してください。日頃からの地震への備えとしては、避難場所、避難経路の確認、家具の転倒防止対策、非常持ち出し品の準備などの備えを行うとともに、できるだけ安全な防災行動として、高いところに物を置かない、屋内の安全な場所で生活する、すぐに避難できる準備をする、危険なところに近づかないなどに気をつけ、地震に対する意識を高く持って過ごしましょう。想定震源域でマグニチュード 7.0 以上、8.0 未満の地震が発生した場合や、想定震源域の外側およそ 50km 程度の範囲でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合は、気象庁から南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表されます。日頃からの地震への備えを再確認するなど、1週間地震に備えてください。そのまま1週間が経過した場合は、注意する措置を解除し、通常の生活に戻ってください。しかし、地震発生の可能性がなくなったわけではないことに十分に注意してください。プレート境界部分で通常とは異なるゆっくり滑りが観測された場合にも、大規模地震発生の可能性が高まったと評価され、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表されます。この場合は、ゆっくり滑りが観測されていた期間と同程度の期間、日頃からの地震への備えを再確認するなど、地震に備えてください。そのまま、滑りが観測されていた期間と同程度の期間が経過した場合、注意する措置を解除し、通常の生活に戻ってください。しかし、地震発生の可能性がなくなったわけではないことに十分に注意してください。南海トラフ地震はいつ起こってもおかしくありません。自らの命は自らが守るを念頭に、日々の生活から防災対応を意識してお過ごしください。